ぼ 100% 勝てる右打ちランプについて。どうも、金子です。はい、今日はですね、ほぼ 100% 勝てる右打ちランプについてお話ししていきたいと思います。はい、知ってる方はね、あ、なんだ知ってるんだ、したなんだ知ってるんだじゃないですね、あ、なんだそんなことかっていうふうに思うかもしれないんですけど、はい、知らない方もいらっしゃいます。はい、でパチンコ勝っていく上で知識介入部分でこの右打ちランプを抑える、今ですと、天井付きパチンコの天井を知るまで正確には言ったんですよ。はい、で3つ目、潜伏確変を知る、これを抑えなきゃいけないです。はい、で天井付きパチンコ、U タイムね、 U タイム付きパチンコは前回やりましたので、でその中での一つ、右打ちランプについて、これを絶対理解しておかないと、まあ高い収支で勝つことは難しいと思います。はい、だから絶対どっかでやんなきゃいけなかったので、これをお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で知らない方も結構いらっしゃるんですよ、まあ、実際のところね、とは言うとも。はい、まず今日の目次1、右打ちランプとは。はい、2、どんな機種があるの。はい、3、拾いやすいポイント。はい、4、注意点。はい、で今日のまとめをしていきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、右打ちランプとは、まずこれね、ご説明させていただきたいなと思ってるんですけど、右打ちランプどういう台があるかっていうとですね、小当たりダッシュがつく機種は、全部あると思います。うん、勘違いじゃなければ。はい、例えばまあなんか小当たりダッシュ機だけどこれありませんよとか、小当たりダッシュつかないけど、右打ちランプありますよとかあれば教えてください。ガンスリーがもしかしたらそうかな、小当たりダッシュ僕打ったことなんでよく分かんないですけど、右打ちランプの知ってるんですけど小当たりがないのかな、あれは。うん、ちょっとまああったらコメントで教えてください。はい、で小当たりダッシュ機がある機械で、小当たりダッシュ機が台にもいるんですけど、だいたい通常時に電サポ抜けて通常時に戻った時に、通常時のへその保留とは別の保留、電柱保留とか特図に保留とかって言いますけど、それが約台によってですけど8分前ぐらいで消化されていくんですよ。はい、まあね、台によっては5分とか4分とかもあったりしますけど、10分とかね、はい、だいたい8分前ぐらいに消化してきます。だからその8分前の時に当たりを引いていれば、通常回転数、通常確率ですよ、通常確率で、で当たりが引いてればこの右打ちランプっていうのが点灯して、もう右に打てばほぼじゃないですよ、ごめんなさいね、 100% 当たります。はい、ですっていうのが右打ちランプ。例えばまあ一つ例出しましょうかね、 AKB 誇りの丘のアマデジバージョンで、時短取り切りましたよと、ですぐやめてやる人がいるんですけど、でそれが約8分おきぐらいに約99分の1ですね、お当たり確率99分の1で抽選して、もしかしたらそれ8分おきに当たってる可能性がありますよと。はい、で当たるとその右打ちランプっていうのがつきます。はい、まあ、京楽さんが多いですね。はい、あ、もう2行きましょう。このままどんな機種があるのということなんですけど、まあお話ししました通り京楽の機種が多いです。例えば AKB ですね、アマデジの方も誇りの丘のね、アマデジの方も319の方もそうですし、ガンツ初代、全部ありますね、ライトバージョンもそうだし、319もありますし、ガンツ2もあります。はい、ウルトラ7、アマデジはないですけど、アマデジは小当たり出しかつかないので、はい、319の方はあります、劇場例もあります。はい、とかあとはまあそうですね、富士商事、はい、富士商事の台なんだ、暴れん坊将軍とかか、暴れん坊将軍もありますね、あとはあの何でしたっけ、これ南国空知、南国空知とかもありますね。まあ、これまあ機種で全部紹介してたらもう本当もう機種紹介編みたいになっちゃうんであれですけど、あとはそうですね、まあエヴァが有名ですね、エヴァが有名っていうかエヴァが有名ですが、エヴァ広く拾うことがあるので、はい、エヴァもあります、使徒神聖アマデジもあるし、319もあります。はい、です。でこれでごめんなさい、これ抜けてましたけど、どんな機種があるのって今説明しましたけど、まあ、小当たりらしきがあるんで、が大体あると、で覚えておかなきゃいけないのが、機種によってどこにこれがありますよっていうのを覚えておくべきです。はい、富士商事はここ、京楽はここの右打ちランプ、
光ったらとか、はい、もしよければこの写真載っけていただけたらなと思ってます、はい、ですね。でエヴァとかはもう画面いっぱいに出るので、右打ちっていうのがね、はい、そういう分かりやすい機種もありますね。ガングスルーでしたっけ、ガングニールなんかさっき言った機種ですね、ガン3でしたっけ、あれも結構分かりやすく書いてありますね、右打ちって、はい、で分かりづらいのもあるんですけど、まあ右打ちの部分が光ってたらもう当たってますので、右に打てばほぼ勝てます、ほぼ 100% でね。ほぼなんでほぼかっていうと、例えば AKB とかでまあ2ラウンドを引いてたと、当たってたけど2ラウンド引いてました、2ラウンド通常でした、もう出玉がほぼ少なくて時短も駆け抜けて、時短駆け抜けた時に玉がかなり減っちゃって、ほぼないですよと。で交換率ギャップでお金入れて交換率ギャップで負けてマイナスになりましたよっていうこともあるんですけど、まあそういうことがない限りもほぼこれ見つけたら 100% 勝てると、そういうことで言いました。はい、めちゃくちゃ美味しいですこれ、はい、です。はい、3、拾いやすいポイントいきます。どういう時拾いやすいかっていうと、まあみんなさんが回した後、もう即やめした夜が基本的に、まあ、拾いやすいかなと思います。はい、例えば1時間半ぐらい前ですかね、もうやめて帰ってっていう時にこの右打ちランプっていうのはもう拾いやすくなったりします。はいですね。ただまあ通常ね、その夜じゃなくてもやめていったら拾える可能性もあるので、これも、こまめに見に行ってほしいです。はいはい、もう本当にもうね、まあぶっちゃけな話ね、落ちてるお金の拾うようなもんなんで、この右打ちランプっていうのが点灯したら、はいです。でポイントですね、ポイントはあとは、まあ、こまめに見に行くっていうのも大事ですけど、あとは電柱が何個残ってるかっていうのも把握しといてほしいですよね。はい、例えばもうゼロだったらもうこれからもうつく誰かが打たない限りつくことはないので、電柱が人がいなくて3個残ってるとかなったら、8分周期であと24分間当たる可能性があるっていうのを覚えておく。はい、そうすればまだそこピンポイントで見に行けばいいだけなので、あんまりもう何度もずっともう何度も席立ってってやったらね、ちょっとうざったいので、はい、それが大事ですね。です。はい、注意点がですね、まああんまりね、凝視してるとあこの人プロだなってもう分かるんですよ。もう知識介入部分なので、一般の方は知らない方もいらっしゃるんですよね。はい、なので注意点としては、右打ちランプを堂々とこうなんか舐め回すように見るのはやめた方がいいです。はい、僕だったら道歩きますよね、道歩いてもう首とかは固定です、首とか固定でもう左目右目しか動かさないんで、それでもうチラッと確認します、もうランプをね。はい、どうしても小さい機種で、見たいなっていう時はサッシを見るふりします。サッシを見るふりして、あなるほどね、こういう台なんだねっていう風なふりをしといて右打ちランプを見てます、実は。はいです。はい、まああんまり覗き込むように堂々と見ないっていうのが注意点ですね。はい、ということで、では本日のまとめいきましょうかね。まとめの前にちょっとお水飲ませていただきます。はいはい、まとめます。ほぼ 100% 右打ちランプ、ほぼ勝てる、右打ちランプについて、右打ちランプとは小当たり脱出機の機械で約8分おきぐらいに消火していって、残った保留で人がいなくても当たる可能性があるよというお話をさせていただきました。はい、どんな機種があるの、これ大事です。これね、覚えておいてください。なるべくも全部覚えておいてください、どういう台があるかっていうのを。はい、で、まあ、これ一機種一機種これって紹介していったら大変なので、まあ、概要欄かコメント欄に、おすすめのブログ書かせていただこうと思ってます。はい、そちら見て、もう全部覚えておいた方がいいですよ。うん、はい、覚えておいてください。そうしないともう、せっかくのチャンスがあっても拾えない、もうお金を拾えないようなもんなんで、はい、です。はい、で拾いやすいポイントね、まあ、夜が拾いやすいですけど、まあ、常に見ておいてください。あ、これね、余談ですけど、僕ね、朝一から仕事人のアマデジの右打ちランプ拾ったことあるんですよ。うん、まあこれは僕の場合は謎だったんですけど、なんか電池ホルダーが残ったんですよ。誰も回してないんですよ。多分テニスの方が回したんですかね。
はい、残ってて朝一から右打ちちゃんとかもうついてたっていうのを知ったこともあります。はい、で僕の知り合いではまああのですね水戸黄門ですね、水戸黄門160分の1ぐらいの台があったんですけど、それが朝一からついてて前日の大当たり回数がゼロだったんですよ。つまり一昨日閉店を迎えてラムクリせず、そのまま前日も消さないで残ってたと。だから意外と知らない人も多いってことですよね、そういう仮想店舗とか行くと。はい、です。なので、まあ、朝一でも一応チェックしといた方がいい、損はないかな、まあ、時間の損ぐらいですね。はい、ふうに思います。はい、注意点ね、あんま覗き込むように、まあ、堂々と見ないでしらっと見てください。はい、もう見かかったらサッシを見るふりとかして、あ、なるほどこういう台なんだなっていう感じ見といて見るというふうにしてください。はい、これ絶対覚えててください、ミリチャンプね、存在。はい、以上です。はい、いつもご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。またな。話を終えた後なんですけど、注意点で追加がちょっと思い出したのでお話しします。はい、右打ちランプ、まあ、つくにはつくんですけど、これがもうね、強楽とかはあのずっと待っててくれるんですけど、もうねアタッカーの解放が始まっちゃう台があるんですよ。はい、ユニバーサルの台、ハイスクールフリートとか、あとサミーですけど、まあ、北斗8とか、もうね右のゲートスルーっていうんですかね、あそこ通さなくても勝手にもう当たっちゃって、もうアタッカーの回収が始まっちゃうよっていうのもあるので、そういう台はもう見つけたら、もしかしたらもうアタッカーの回収もう終わっちゃってるかもしれないですけど、もうすぐ打った方がいいです。はい、ですね。でどうですかね、僕だったら店員に言わないですね。言わない、言ったら消されちゃう可能性あるので、はい、もう1回分の当たり取れなかったとしても、まあ、しょうがないと思って、打ちます。はい、という感じですね。はい、だからまあもうゲート通さなくても当たっちゃうような台はもう見つけたらすぐ右に打ってくださいっていうのが、まあ、注意点ですね。はい、以上です。ありがとうございました。